はい、えー。皆さん、こんにちは。れくせんに講師の雲野です。それでは、えー、司法書士試験のですね、今日は、えー 運の講師の駆け込みでら <laughs> 全然解けないと気づいた人こそ正気あり、えー、ファイナル編を受けた後に聞きたい公開講座といたしまして、えー、ファイナル討論の1回目ないしは1回目および2回目を聞いてくださった方非常にへこんでいらっしゃる方が多いんじゃないかと思います初級講座を受けられて今年の試験が1回目という方、えー、特に多いんじゃないかというふうに予想しておりますそういった方のためにですね、えー、大丈夫だよというこれからのどれだけ 皆さんが可能性としてこう伸びしろがあるのかという話をさせていただくための公開講座ということで、えー、毎年この講座を受けて講座を受けてというかこの講義を聞いてあ大丈夫なんだ自分はまだまだいけるんだというふうに思っていただいた方の中からやはり1回で、ね、受かっていく方が出てきておりますので、えー、そういったあへこんでしまってるかもしれない皆さん方を、えー、こう勇気づけるようなです、ね、お話にしていきたいなというふうに思っております。えー 嘛。 社会全体がですね今ちょっとこうどんよりとしている中ではありますけれどもそしてあの司法書士試験の実施等々についてですね、まあ、延期してしまうんじゃないかなんていうような声が、えー、実際にはあの聞かれてきてはおりますでも皆さん方今それを考えても仕方がないと思うんです私も今発砲を,を尽くしていろいろな情報を集めていますが正直本当に分かりません本当に分かりませんし分からないんだったらばもう目の前のことをやるしかないと思うんですね。でえー、例えば、えー、自分だけが 情報が足りてないということではないいいととうこでではんす私も含めまして全国に1万人以上いる受験生全てが皆情報分かりませんだったらば同じ状況であればですねとにかく今は目の前のことをやっていきましょう、えー、そのために今日は少しヒントとなるようなお話をさせていただければなというふうに思います。 さあそれではあのレジュメの方を用意しております、えー、レジュメ、えー、全六、うん、ペ、えージ違いますね七ページのものを皆さんのお手元に、えー、ご準備していただきまして、えー、こちらを使って、えー、ご説明していこうと思いますでこちらは本当はあの通学の受講生の方を入れて、えー 無料公開講座として実施をする予定だったんですがこの昨今の影響を受けまして今日は無観客でやっておりますですけれどもあの,身の前に皆さんがいるという気持ちでもってお話をさせていただきますので、えー、ぜひですねあのお手元にあのレジュメを用意した上でお聞きいただきたいなと思います。こののの全7ページのレジレュメ、えー、今どういいいっった形で皆ささんにご提供されているのか、えー、ちょっと詳しいこと とはあのこの後のレクの手続き的なことがあるんですが、多分あのご自分でプリントアウトをしていただくという形になるんじゃないかなと思います。まあ可能な限り画面に出していきますけれども、できればあのお手元にプリントアウトした状態でお持ちいただくとお話が聞きやすいかなというふうに思っております。さあそれではじゃあ,あの早速中に入っていきましょう。ファイナル討論皆さん一回目、えー、受けられていかがだったでしょうか。 二十点いかなかったという方多かったんじゃないですか。えー、これはあの毎年起こる現象でして、正直十点台から一回で受かる方ね、えー、決して珍しくはありません。 あの昨年はちょっと一発合格者が少なかった年ですのでちょっと昨年のデータをあの後でご紹介をいたしますけれども昨年のデータからではちょっとあの10点台からの一発合格者というのはあのデータとしてはえなかったんですけれどもと言いますのも、えー、昨年の、えー、全国の一発合格者って、えー、全国的に9人しかいなかったんですねでその。9人のうちの7人がレックだったんですがそのうち、えー、実はファイナルトーレン1回目2回目を受けた方って5人しかいられなかった。残りの一発合格者 者の二人はもう敵前逃亡ですね。えー、もう受けることすら諦めてしまったというようなですね。えー、まあでもそれでももちろん受かってらっしゃるんですから、えー、それがどうこうというつもりはありませんけれども、お二人受けてらっしゃらなかったってデータとして五名のデータしかちょっと得られなかったんですね。例年ですと一発合格者は何、えー、十何人いらっしゃる状況ですので、えー、昨年のお話をしますと十二点から一発合格された方いらっしゃいます。十二点三十五問中の十。 2問とということですねで、えー、午後第2回目のファイナルトレインは35問中の14問、えー、14問のところから一発合格されていらっしゃる方が出ているんです。ですから10点台だからもう自分ダメだというふうに考えるのは時期尚早です。 いいですか。このこちらを見ていただきたいんですが、一発合格する受験生、実は4月頭の今ちょうどこの時期ですね。ファイナル登録、えそして全国公開の1回目までの間が6週間ということになります。この6週間の間、ファイナル登録が週1で6回進んでいくんですけども、本当に合格レベルがここだとすると、もう半分。 以下の状況ですからちょうど10点台ですよ、まあ、あの10点台1 5 6点、まあ、35問の本当に半分というようなところから、えー、父として上がらないでこれどうなっちゃうんだって。 え六週間かけて、えー、全く上がらない上がらないけれどもまあとにかく受けは、えー、してみよう受けてはいこうということで受け続けていきそして全国公開ちょうど六週間経ちまして、えー、ファイナルトーレンが終了した翌週に全国公開模擬試験、えー、第一回目が実施されますそこでもほぼ変わらないということなんですでまたその翌週全国公開模試の第二回目でこちらについてもまあ 若干例えば1問2問、えー、点数が上がったとしてもですよでもそれでもまだ10点台をお、まあ、脱出できないというような状況またはあのもともと20点台の前半等にいっていたとしてもやはり20点台の前半から抜け出せないと、えー、こういった状況からもうそこからですよその翌週スーパー公開模擬試験 1, 1回目。 そしてスーパー公開2回目スーパー公開3回目というふうに本当に超直前期いわゆる本試験の1か月を切っていくぐらいからあれなんとなく試験を公開模擬試験を解くのが少し苦痛にはならなくなってきたなというふうに感じて、えー、あれ ちょっと解きやすくなってきたかななんていうふうに感じながらでも実は、えー、点数が非常にこう伸びてきているとあまり実感はね多分ないんじゃないかなと思います。で,でも、あのー、処理スピードが速くなってきたかな ちょっと試験簡単だったかななんていうぐらいの感触は得られているんだと思いますでもね、スーパー公開の3回目まで実施終わってもいわゆる手応えというのは正直ない可能性が高いんですねですが確実に 皆さんの成績というのは伸びている。で、本当にそこからですよ。スーパー公開模擬試験の、まあ、ここは一回目しか書いていませんけれども。スーパー公開模擬試験は全三回ございます。で、三回目の本試験、あ、三回目の試験が終わって。本試験まであと二週間、もうその二週間のところで。 もう自分の実力を試す機会というのは模試がないですからわからないんですけれども、なんかこう飛ぶ鳥を落とす勢いね、うごのタケノコ状態ね、非常になんかこうすごく気持ちよく勉強できるという感覚に陥るといういうのが一発合格する方の特徴なんです。もうその時期です。もうものすごく伸びてる。で私もその経験がありますので、この感覚っていうのはですね、皆さんに本当にどうお伝えしていいのかあの。 なんて言ううでしょう自分の意識している状況というのが180度変わっていくというかもう 問題を解くくく際のの、ね、処理スピードもそううでですすし感覚というのが全く変わってくるんですただもちろん自分の実力というのを点数でもって測ることができないもう模擬試験がないですからわからない客観的な数値はわからないんだけども明らかにその先週までの自分とは違ってくるというなんかすごくこう未知な自分に出会ったこのワクワク ワクワク感もそうですし何かこう身震いするようななんだこの感覚はっていうような感覚で勉強してたのを覚えてますもう何かこう、えー、怖いものがないというかねもう今の私に勝てるやつ誰がいるんだみたいなそういうようなあの感覚に陥っていたというのを非常に覚えてるんです。で私はあの、えー、公開模擬試験のの最終回のところで、うんまあ 当時はですねその受験生の数というのが今ほど多くなかったのでその。 レックの公開模擬試験なんかでも、本当1000人いるかどうかっていうような受験生だったんですよ。他者になってしまうと本当に500人600人しか模擬試験の受験生がいないと、そういう時代だったことをご承知いただいた上で、最終回の模擬試験、これが本試験の2週間前だったんですが、その時点で全国1位の順位を取っていたんですね。当時あの個人情報保護というようなあの観点がなかったので、本当にあの成績表というのがもう実名でもってこう名前がこう載っているという,ような、でこう一番上に自分の名前が あるというようなことをまあ、経験したことが確かにあるんですけど、その2週間前のその1週前ですから、本試験の3週前の私の成績判定 d 判定なんですよ。d 判定 d 判定から翌週に1位になってるんです。 で35問中の33だか34だか、えー、記述に関しては、まあ、当時は記述は今ほど難しくなかったので、えー、比べられないんですけれども、その記述に関してもほぼ満点を取っているような、えー、点数だったんですね、でも自分でも D 判定から1位になるっていうこの、このなんていうんう,こう感覚というのが、えー、自分でもし信じられないという頭反面、なんとなく半分の自分は、あやっぱりなっていう。 この1週間の感覚からするとそれは取れるよなっていう,こう自信というかえなんてうでしょう感覚的に裏付けられた感想というものがあった。だから本当にそういううい自分がこう <laughs> 伸びてきてきいるというのは絶対わわかかりまかりまますで本当にそれは1回目の受験生の方に関して言うと本試験の23週間前です早い方でで私の去年の教え子で1回で受かった方この間お話を伺った際にですねその私がやはり同じような直前期にとにかく1回目の受験生が伸びるからというようなことを先生が言ってたとだけども「本当かよ本当かよ」と思いながらね嘘だったらもう責任取ってもらおうと思いながらやってたと。だけども本当に に一二週間前、まあ彼は二週間前と言ってたかな、えー、のところからですね、もうなんかこうお自分のな何んでしょう感覚を超えたあ状況でうわ行けるっていう,うな力が全身みなぎってきた。 これか話に聞いてたのはというふうに思ったというようなことをやっぱおっしゃってましたで過去にやはり1回で受かった方やっぱり同じことを言ってらっしゃるんですよ本当に直前期に伸びるのかっお前責任取れよと <laughs> そう皆さんね心の中で思いながらもでもそれが本当に来たもんだから逆にびっくりしたびっくりしたし楽しかったし非常に気持ちよかったとで本試験の直前ですねもうやってやろうじゃないかっていうぐらいのですね逆にこう度胸も座ったし え非常に楽しんで試験を受けてこられたというふうに言ってらっしゃいましたですからもう皆さんにそういった波が絶対に来ます絶対に来ますから、えー、そこはですねもうまずう信じてただそこを迎えるためにはもちろん今からお話しますよ何を説明何をやらなければいけないかというのをもちろんこの後お話をしていきますけれども、えー、その日を迎えるためのねアドバイスとして今日のこの公開講座をぜひご利用いただきたいと思います。 さあそれではですね今、この4月の頭の時点でファイナルトーレン A 判定ないしはその実力判定模試などでいい成績を取っていらっしゃる方、ね、でそういった方たちとの比較という点で申し上げていくと中上級受験生でよくある例ここをご覧ください実は今、この4月の頭の時点である程度の成績を取っていらっしゃる方正直申し上げて半分は合格できません。 でえー、本当に、えー、きついことを申し上げていますしこれをお本当に初、うん、中上級生の方に言うとです、ねえー、かなりの批判を受けることはもう必至なんですがでもこれが現実なんです、今この4月の頭の時点で A 判定を取っていらっしゃる方そして実力判定模試、えー、先週実施されましたよね実力判定模試のところで S 判定などを取っていらっしゃる方の半分、えー、これは合格できないんです。 正直ですね今の時期に S 判定 A 判定を取っていらっしゃる方というのはもうピークが出て、えー、来てしまっている可能性が高い残念ながらあ人間の能力って、えー、ピークを、えー、維持する方が伸ばすよりも難しいんです これは私21年間講師やってきましてもう数多くのこのレベルの受験生を見てきましたもう4月の頭5月のゴールデンウィークまでぶっちぎりの成績を取っているのになぜかゴールデンウィークを過ぎるとこう下降線をたどってしまうで下降線をたどっているものがえ自分でもわかるものですからもう焦り焦りまくってですねもう先生どうしようもう明日試験だったら受かる、ね、あの自信があるだけれども7月までは持たない。 そういった悲痛な声っていうのは一体何百人から聞いてきたか分かりません本当にその何百人の方皆さん残念ながらその年はやっぱり落ちていらっしゃるんですね。で「もう今が自分ピークだ7月まで持たない」そういう言葉をやっぱり吐いてしまうということは、えー、実際に7月まで持たないんです。でそうういいいっっったた方ちていうのがどれだけいらっしゃるかで この試験というのは本当にピークを7月の第1日曜日に合わせるというのがいかに大変かというのは中上級生にとって、えー、ある程度の成績を取っていらっしゃる方にとってはもうこれ本当に目の前の課題として考えていかなければいけないんですね。で今あ初級の受験生の方にとっては A 判定30点台すごいな、ね、いやー羨ましいと思える存在だと思うんです。 でも、えー、長らく講師をやってきた私から見ると4月の頭に30点台うんどうどうやってこの受講生を7月までその実力を持たせるか正直本当に頭を悩ませます本人はね嬉しそうに報告してくださるんですけども心のどこかで報告を聞いている私の心のどこかであ、この受講生7月まで 実力を持たせてあげるためにどういったアドバイスをしてあげればいいかっていうのを真剣にやっぱり考えます。で考えますし、ですからあの時によっては厳しいアドバイスをすることにもなります。で本人言われた本人特に二回目三回目というような状況でこの四月の頭にそれほどいい成績を取ったことのない方、えー、そういった方に関しては皆さん非常に嬉しいものだからこの三十四点三十三点取った A 判定 S 判定が出た先生見てもう去年の僕とは全く。えー 違うんだということを一生懸命こう報告してくださってるでそれは本当にいい分かるんですけれどもでも正直うん、あのー、その点数を取ってしまった場合 でこのあとどういうリスクがあるかというのをですねやっぱりこう話してあげますと、えー、先生もっと喜んでよとで、えー、こんなんいい点取ったんだからっていうようなことをやっぱりおっしゃってくれるんですけれどもうんそうですねでも。お 現実的にそれで、えー、6月以降失速してしまう受験生っていうのが非常に多いことからやっぱり厳しいことを言わざるを得ない、ね、本人はやっぱりな「など先生褒めてくれると思ったのに」みたいなやっぱりお顔をされるんですけどもでもそれが現実なんです。ですから逆なことを言えば今皆さん、えー こう20点台前半しか取れない場合によっては10点台しか取れないという方たちとの逆転現象というのが6月の頭から中旬にかけてこう <coughs>、ね、まさにだからあれですよこの伸びていくという方と下がっていく方の逆 X 状態ですねだから伸びていく方に対して下がっていってしまう方それが本試験の2週間前ほどに起こっていくということでですね、えー、それはもう毎年ある状況なんです。で、えー 実力が落ちていくというのは先ほど伸びていくという感覚が身震いするほどよく分かると言ったのと同じように自分の実力が落ちていくというのも身震いするほど分かっていくんです。ですから、えー 厳しいいこと言いますが中上級生の方今成績が良かったとしてもこのあと自分のね成績がピークを迎えてしまうのをなんとか遅らせて少しですからその生産性の低いような勉強というのを逆に取り入れた方がいい方もいらっしゃったりしますもちろんそういったような方個別でご相談いただければアドバイスをさせていただきますのでちょっとこのコロナウイルスの件で個別相談ないしは対面でもってご相談を受けるのが少し難しい状況 なってますけれどもなんとかですね皆さんとあの少し収束しましたら、えー、面談等をする時間を設けていきたいと思いますので、えー、ぜひですねご相談をいただきたいと思いますで、えー、ここで申し上げたいね、まあ、このガイダンスを聞いてくださっている方って多分初級生なんですよ多分ねあの座判定とか取ってらっしゃる中上級生はこのタイトルに引っかかりませんから、えー、初級生が聞いてくださっていることを前提に申し上げますとその下です初級生がファイナルトーレンでいい成績が出ないのは当たり前です成績が悪いから と言って今年の試験を回避しようと絶対に考えないこと。ね、ファイナル登録で、えー、惨敗してるのは本当の自分ではない。ね、これは私じゃないんだぐらいに思うのが正解、えー、いうことになります。で、四年四月現在の皆さんと七月五日当日試験当日の皆さんは別人に当たるぐらい成績が変わってます。これはもう私今司法書士のお受験指導をしている講師の中でも、まあ。えー 1> 第1戦で講義を受け持っている講師で一番長くやっているのは私じゃないかなと思っていますあの。もちろん諸先輩方いらっしゃるのは知っています。ですが年間400コマ以上のコマ数を、えー、受け持って、えー、これだけの受験生たくさんの前でお話しさせていただいているのは私が一番長くやっているという自信があります。そのの私私私がが言ううんででですす今今今まま何何百人何千人人千自分分教え語でえー、使用書士はもう多分2000人を超えてますで、えー、今実務 の中で3万人近く使用書士がいる中で、えー、その中で私の教え子は多分2,000人以上いるどこの法務局行っても必ず司法書士自分の教え子に合いますでその教え子の数の多さ、えー、から、うん、自慢してるわけじゃないんですけどただ本当に見てきてるんです4月の頭のもう地をさまよってる受験生がたった3か月、えー、たったというのはおかしいですね。3ヶ月後の状況でどんだけ成績が伸びていくか これを皆さんにお伝えしたたいいいししそれを体現してもらいたい今年はちょっと例年とは違ったいろいろな状況があるということは分かってます分かってますけれども皆さん方の成績が伸びるのはこれはもうコロナウイルスとかの影響とは関係ないわけでぜひですねそれを本当に皆さん自身が体現していただきたいいいですか去年私の教え子でとある受験生のデータをお見せします去年は5人しかデータがないのでちょっとねそこの中でのご紹介であることを ご了承くださいはいこれ去年私の教え子のとある一発合格者の方のファイナルトー第1回目の成績表です2019年度生鮮トーファイナルトー第1回目いいですか35問中22問です <coughs> 記述見てくださいやってないんです記述やってないんですよあの聞きました本人に35問2時間えー なこれはですねあの35問2時間かけて22問で記述に関しては全く手につかなかった全くその歯が立たなかったとで問題を解いたらしいんです解いいたらしいんですがもう書き出すことができなかったで35問中22問でも力尽きたと言ってもいいで、えー、結局のところもちろん順位も出ておりません。えーまあ、平均点があ 卓一の六 え平均点が六十五点七ですから平均点には入っている、ね、平均点において偏差値は五十点二ということで平均点には入っているんですけれどももう記述に関しても全く歯が立たずにもうあの書き出すことができなかったでこの状況で提出したということなんですねこれがあお一方ご紹介したいファイナルトーナント一回目の成績表ですもう一方ご紹介しますでこの方も同じなんですよ。 同じなんですよ、えー、25, 問中25問中の23問ファイナルトーレン1回目ですね、この方は25問中あ35問中23問で、ね、失礼しました、35問中23問で、不、え、等、ー、法とショート法の記述はちゃんとやってらっしゃいます、でえー、成績判定としては C 判定。 でこのの方も私の受講生ですで、まあ、35問中23問で、まあ、偏差値は51.9、まあ、平均値は超えてらっしゃるんですけれどもそれでもあの決していい成績とはじゃ言えないと、ね、で A 判定のものをかなり落としているというような状況なんですね。で、まあ、記述に関してはあの23と28ですからかなりできてらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、総合成績でいうと C 判定、ね。一般的に C 判定というのは、えー A 判定、B、判定 C 判定 B C、うん、あのすごく悪いとは言いませんけれどもでもここからの合格というのはもしこれがスーパー公開模試の2回目3回目の成績が C 判定であるとちょっと正直大丈夫かなっていう状況にはなってくる点数なんですよね。でも,う一つもう一方ご紹介をしていきますすと昨、えー、昨年のです、ね、昨年ののでね えー、ファイナルトーレンの2回目2回目は実は私解説してましたからあのよく分かってるんですけどすごく簡単だったんです優しかった問題な,なんですが、まあ、25問中35問中の27問で、えー、やはり C 判定というような判定なんですねやはり1回で受かった方のデータとなります。 あのまあ27問取ってらっしゃるということですと皆さんからしてみると何度27取れてんじゃないかって思うかもしれませんけれどもえー C という判定は正直受験,会の受験生の経験がある方であればさほどいい判定ではないんですよ。でですからあのそういった意味では えー、新判定とととといいいいううのははシビアなな成績になるということはお申し上げておきたいと思いますあちなみに私あれですよファイナルトーレンドの1回目2回目 DDD 判定 D 判定, D 判定で一度 C に上がって次 E に下がってでもうとにかく D と C と E の間をはざまをねで全国公開模擬試験に関しても本当に D 判定 C 判定というところで,で本当最後のスーパー公開模擬試験の2回目のところで、まあ、先ほど言いました S 判定で全国1位取ったという いうこと以外は本当に D、E をあの C をいき機していた経験がございます。ですからあの成績というのは本当に当てにならないんですね。当てになりません。逆に今 S 判定を取っていらっしゃる方の半分が落ちるんですから。ということは今 D、E 判定 C 判定を取っていらっしゃる方の半分が受かるんですよ。ね。そうやって皆さんあのとにかく成績との間に。えー ししなないいいようにに本当にしててたただきたいなと思っていますさあそれではじゃあ,あのレジュメの方の2ページ目以降のところをちょっとご覧になっていただいて時期別学習のポイントというふうに書いてあるんですけれどもこのファイナル討論が実施されます、えー、ここですね5月中旬までのところはとにかく今まで勉強してきた内容を思い出して一回こう過去問なら過去問を回すという作業をしていくことがメインになってきます。で <laughs> そうした時にです、ねえー、その一週おきに実施されるファイナルトーレン、えー、未消化の状況で。 実施されれていいいくわけでですすから取れななのは仕方ないんですとにかく一周回してなんとか今までやってきたものを少し思い出していくという、ね、作業の方が先ですから思い出してないのに点取れるわけねえじゃないかっていうそういうふうにも開き直りつつだけれども適前逃亡はしない受けないということは選択肢としてはやめてほしい。あのい,いんです点数低くたっていいんですからとりあえず受けていきましょうもちろんあの会場受験が今制限されているような状況ですのでご自宅でということになると思うんですけれどもとにかく ひと、えー、回ししない限りは、えー、点数伸びないからひと回ししていかない今の状況準備ができてないから受け取るのをやめようというその選択だけはしないでほしいなというふうに思っております。 そして、続いて5月中旬以降公開模擬試験が5回全国公開1回2回スーパー3回実施される時期この時期に関してもとにかく公開模試の点数に一喜一憂することなくただもうひたすら自分の勉強というものを続けていただきたいそしてすべての模試が終わってからの超直前期の2週間こちらの2週間でとにかく全体を回していく。その この週間違っても苦手な分野だけを勉強するといったようなことのないように本当にこの2週間のところで、えー、自分があ苦手な知識 間違った知識だけをやってしまったがために大丈夫だと思っていた知識が大丈夫でなくなってしまうということが本当日本試験においてよく起こりますですから間違っても自分が苦手なところだけをこの超直前期の2週間前、えー、勉強するというようなことのないように、ね、この2週間こそまんべんなく全体を見渡すような、えー、よく司法試験で言われるんですけども12週間で全範囲をざっと見渡せるような勉強ができる方は受かると。 ええ一二週間で全科目全範囲をざっと見渡せるそういった題材が手元にあるまたは何を使えばその一二週間で全体を見渡せるというようなことが分かっている受験生が合格するというのはよく司法試験で言われるところですね私もそれは間違いじゃないと思っていますですので超直前期の二週間前というのはとにかく間違ったもの苦手なものだけに特化するような勉強はやめてほしいんですよね。 さあ、それではじゃあ、あの、実際に格論としてお話をしていきましょう。ファイナルトーレンの復習方法です。ファイナルトーレンの復習方法としては、全問題の復習をする必要はありません。間違えた問題をまず復習してください。ただ、足ごとに、えー、足別重要度、星3つが最高で、星1つが最低となりますで。自分が間違えた足、知らなかった足が星1つだったら復習はしないでください。しないでください。そしてですね、あの、ファイナルトーレンに関しては、 私は一回目三回目五回目の解説講義を担当していますで、私の解説の部分に関しては、えー、軸足となる足はどの足だったのかつまり知ってなきゃいけない正誤判断しなければいけない正誤判断できなければいけない足は、えー、あいうえおの中でどれだったのかというのを全問題に関してコメントしていますこの問題は軸足はあとうとおですよとかねこの問題は軸足として必ず分からなきゃいけないのはいとう いいと思う、えー、ですよなんていうふうな形で申し上げていますですからそういったあの解説等を参考にしてとにかくそのお全部の足をまんべんなく復習するということから離れてください、えー、自分が間違えた足で星が二つ以上の足で二つ以上の重要度の足であってもそもそも習った覚えがない足だったら見ないでください講義で習った覚えがないんだったらこの、えー、残り三ヶ月で 今まで知らなかった足が定着するわけがないんです今まで皆さん何年勉強してますか、えー、それだけ勉強してるにもかかわらずまだあ定着していないという知識があるというのはお分かりだと思いますそれなのにあと3ヶ月で今から新しく手に入れた知識が定着すると思いますか定着しないんですだったらば、えー、知らない方がいい知らなければ判断の要素に使う必要がないからです下手に知ってしまうことによってまあ、デジャブになってしまうね。なんとなく見たことがある ななんとなくこれにすがってみたくなってしまう本試験の時に「丸か「×」かはっきり言えないんだけれどもなんせ見たことあるから「あこれ丸だったかなじゃあ丸で」なんて言ってすがってしまうそうすることによって軸足判断ででミスをしてしてまうことになるんですだったらば自分がきちっと講義で習いそしてこの3か月で定着させた足にすがった方がいいですから星2つ以上であっても習った覚えのないものは復習しない。いいですかそこ ここをししっかりととメリハリハつけていいなと思いますそして、えー、自分が習った覚えのある習った記憶のある足で、えー、うろ覚えである、ね、というものに関してはしっかりと復習をしてほしいと思います。 さあそして解説冊子にチェックをしたり書き込んだりしてしまう方がいらっしゃるんですが解説冊子へのチェックないしは書き込みはお勧めしませんこれからファイナル答弁全6回公開模試全5回他社の模試も受けるとすればたくさんの解説冊子を手に入れることになりますその中で解説冊子にメモをしたりチェックをしたりしてしまうと後からですね、あこれどっかで見たなと思った時に果たして第何回目のファイナルレンの問題だったのかそれ探すだけで30分かかりますよ。 30分かかったららな形3個覚えられます、えー、そんなですね無駄ななな時間を、えー、作ってしまうようよ復習方法は全くお勧めできないできいすから、えー、とにかく解説冊子に書き込むのではなくて自分がこれはと思っているテキストなどに書き込むないしは、えー、解説冊子の番号を書いていくだけでもいい第何回目の何ページ参照と書くだけでもいいですとにかく情報の一元化というのを、えー、今更ながら意識してほしいなと思います。 さあ、そして復習は受験したその日のうちにやりましょうねえ、鉄は熱いうちじゃないですけれども翌日になってしまうと試験を受けた時の感覚というのは薄れてしまいますその日のうちにやっていくということはお勧めですそして翌日にもう1回解く翌週にもう1回解くということは基本的には必要ではありません 一、えー、回しっかり復習をする。で、ファイナルトーレンの問題をとにかく何度も何度もやるというのは、えー、今四月から五月中旬までの勉強ではないとね、ということは申し上げておきたいと思います。さあ、三ページに行きましょう。ファイナルトーレン第一回目を受験して成績がカンパシクなかった受験生のための科目別学習法。さあ、ここからですね、かなり大胆なことを申し上げます。でも、とにかく合格するために、えー、まあある意味いいオールラウンダーで、えー、いける方は。 多分このガイダンス聞いてらっしゃらないんですよねもう何とかしたい もう合格最低点でもいいから合格に滑り込みたいという方のために正直、えー、かなり思いい切った提案をしていきますですから講師としてはちょっとないかもしれない講師としてこういう提案をするのは正直どうなのかなと思う面もあるのですが費用対効果を考えた時に、えー、同じ労力でもって最大の、えー、点数を上げるのであればこういった無茶苦茶な無茶苦茶なというか、えー、破天荒なアドバイスがあってもいいのかというふうに思いまして、えー、ちょっと提案をさせていただきます。 さあいいですかまず民法アウトプットしながらインプットするという勉強方法へ転換するこれは、まあ、あの別に破天荒でも何でもないこれは王道のある意味、えー、アドバイスなんですがこちらあの問題を解きながらその問題の解説を使ってインプットをしていく。 テキストをこう読み込むというような作業よりもその問題単位で持って、えー、インプットをするというようなですね、えー、勉強方法に転換するというのは大いにお勧めだと思いますテキストに戻るのは問題からではどうしようもないほど抜けている箇所のみと、えー、限定をしていくというような形ですよねで、そうは言いましても、えー、いひ一回しをするういわゆる問題をね、えー、ひと回し まずは4週間なのか5週間なのか6週間なのかそれはの人によりますけれども問題を一回しする時に関しては。 あるる程度テキストに戻るのは致し方な何せもう民法から離れて何ヶ月というような受験生が多いでしょうから忘れちゃってるということもありますので、えー、一回し目はテキストにある程度戻ってもいいだけれども二回し目三回し目という,こう問題をこの3ヶ月で回していく際に二回し目以降に関してはもうアウトプットをしながらその周辺で、えー 知識をですね、エアテキスト状態のような形で、あそういえばここの論点ってテキストにあんなことこんなこと書いてあったよなっていうようなことが思い浮かべられるのが実は理想的ではあります。ただあのそれは理想であって、えー、正直そういう境地になるのはやはりある程度こう勉強時間 取れてしっかりやってこられた方のみとも言え来そうな状態になるのが理想的なんですが、まあ、そこに至る過程はもうアウトプットしていくその問題限りでとにかく丸抜をしっかり言えるそこをまずは目標とするんだと。 周辺知識等について思い浮かべられるようになるのが理想的ではあるんですけどそれはもう6月の下旬のね目標だとして2回目3回目なるべくテキストに戻るのを避けながらどん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 んアウトプットの数を増やしていくというようなことをしてみていただきたいと思いますそしてその題材回す題材としては初級の方に関してはもう過去問一択だと思います中上級者になりますと当連の問題なんていうのも選択としてあるんですけれども 一、えー、回,回,回目の受験生の方には過去問というのが一番ベストかなと。で、えー、1日あたりのノルマの問題数が50問を超えたら、えー、無理ですよ一回し目はね。 一回し目はで1日あたりの問題数は40問までに収めていただきたいそうなると、えー、過去問としては、まあ、10年分がマックスということになろうかと思いますでその際に十一年平成31年昨年ですね昨年の問題はあ含めなくていいと思いますですから30年から、えー、21年から30年までの問題、えー、10年分などが一つの目安になってくるのかなと一回し目は4週で回すのか5週で回すのか6週で回すのか それは人によりますけれどもそれでも問問を超えるような問題数はは年目の受験生にはお勧めしませんもちろん2回し目3回し目になってきますと例えば2週間で回すなんてことになれば60問というようなです、ね、問題数になってくる70問になる方もいらっしゃると思います。ですが100問を超える問題を1日で回すというのはたとえそれが3回し目であってもおすすめできません。100問を超えてしまううとということは えー、実際にはですね、あのー、と本人は問題解いてるというつもりなんでしょうけれども、えー、考えないで問題を処理してるだけになっちゃうんですはい丸はいはいこれはいこれあ,のあうおではい、はい、これ足のなんとか丸ではい次はい次なんて言って本人は、ね、気持ちよく解けてるかもしれませんが頭のおなんてうんでしょう上っ面だけで問題を解いてしまって深く考えないようになってしまう100問を処理するには、えー、そうならざるを得ないんでですねでもそれってですね。 ただ過去問に回されてるだけで、回してるんじゃなくて、回されてる、だけで。えー、全く合格のために、必要な勉強とは言えません。ですから、二回し目、三回し目、さ最,最低三回ししてほしいと、申し上げてますが。三回し目であったとしても、ええ。百問、一日のノルマ、百問を超えるような、ノルマになってしまったら、問題数多すぎだと思ってください。いいですか、あの、私、この間、二時間で七十問の択一を解いて。 眉毛繋がるかと思いました本当に2時間で70問解いてうわこれは これはきつい、まあ、あのなんで70問解いたかというとあの公開模擬試験の解説をしなきゃいけないので自分が問題解かないと解説できませんからで、えー、次の決済私も実務やってますんで決済までの間に2時間しかなかったんですねですので銀行の会議室、えー、にちょっとあの先に行きましてで会議室ちょ,ちょっと先に行ってあの会場場所借りられますかって言ったらか銀行の担当者の方仲良くしてくださっている方なんでいいですよって言うんで、えー、2時間前に銀行の会議室陣取ってですね、えー あの全国公開模試の2第二回目の問題を二時間で解いたんですよ。いやあしんどかったです。七十問二時間で解いてもう死ぬかと思いました本当に。もうこれ眉毛つながるなもうね頭使いすぎて眉毛つながっちゃうなって思ったんですけど、まあ私は講師ですから二時間で七十問ね、えー、解けましたけれども、これ正直本当にしっかり処理しようと思ったら七十問六時間、えー、かかってしまうというのはこれ。 最もだと思いますだから正直100問を超えるような問題数になってしまうのは問題が多すぎるそこは問題が多いのがいいという脅迫概念からは離れて欲しいいなと思いますさあそして水論対策をやる必要は全くありませんよ水論対策は民法に関してはもう切り離しましょう。 そして債権分野債権法改正気になると思いますですが、えー、初級生の皆さんは効果不効果、えー、改正前の情報を知らないわけですから債権分野あに関して、ね、そうビビる必要はありません所詮四問ですそれよりも親族相続の四問を完璧にしましょうそしてもちろん物件ですまあ書いてませんが物件もしっかりとやってほしい、ね、ですから、えー、債権の格論等について、えー、一喜一憂するよりも債権の格論は落としていいよ落としてしまう代わりに物件八問全部 ね正解できるよというぐらいを目指していきましょう。そしてその物件の中でも非典型担保や物上単位、専有もう捨てるという選択があってもいいと思います。え低等権え177条そこを完璧にしていくような勉強の方がどれだけ効率がいいかねいうようなそういう目線を持ってもらってもいい。 そして極端な話5年分の過去もしっかり解き完璧にすれば本試験でで15問の正解ができます私の教え子で3回目で受かられた方銀行の融資課の課長さんだった40代の方がいらっしゃるんですね。で その方、1日2時間勉強できるかどうか土日についても、まあ、お子さんがいらっしゃってお子さんが小さくてですねあの奥さんもお、まあ、共働きでという状況でお子さんの家族サービス等で土日についてもマックス5時間取れるかどうかそういったような勉強の中でもう合格した1年間の間、まあ、面倒を見させていただいた面倒を見させていただいたという偉そうな言い方をしていますが、まあ、いろいろアドバイスさせていただいた中でですねもう自分は平日2時間 時時間間土日5時間しか勉強でできないでそれもお子さんがあの、えー、風邪ひいたり、ね、熱出したりというなると奥さんと一緒にそのどっちかが休んで一日中面倒を見るというような体制で、はい、あった中で。で そういった中でですね最後3年目受か,受かっていかれたんですがその時にもう先生は10年分って言うけれども、ね、自分はもう無理だとだからもう5年分でいいか5年分だけを完璧にしたいと思うんだけれどもどうだろうかっていう提案をここのの月末のところでで受けたんですで私はもうその時にあの5年分でやろうと思っているんだけれどもどうだろうか。 5年分でいいですか？って聞き方をしてきたんだったら、ちょっと考えようと思いました。ですけども5年分をやろうと思ってるね。5年分をもう完璧にして望む。それしか今の自分にはできないね。最善策はそこなんだ。そういう風うにおっしゃってきたので、もう決めてらっしゃるんですよね。 逆に答えたところ聞き返したところそうだもうそれしか自分にはもうできないしそれをやろうと思っているというふうにおっしゃったのでじゃあやってみてくださいもうそこまでおっしゃるんだったらもう、ね、そうやって決めてらっしゃるってことはもうそれが最善だしご自分で分かってらっしゃるんですよねということでご提案をさせていただいたでご本人そのまま本当に5年分やりました。 前科目、まあ、ちょっとマイナー科目はねさすがに5年分だと5問とかだけになっちゃうとあれなんでマイナー科目に関しては、えー、平成の、まあ、1 5五6年分やったのかな、えー、多くやってらっしゃいましたけれども主要科目に関しては本当に5年分ですそれを完璧にもう完璧にやられて合格しましたよ、まあ、もちろん1回で受かったわけじゃありません3回目の受験で合格されたということなので正直全ての方に当てはまるとは言いませんけれどもとにかくだから問題を増やすということが全なんじゃないんです。 問題を減らすことが悪なんじゃないいかにその問題に取り組むかということを、ね、ぜひ皆さんしっかりと理解してほしいなと思いますさあ次会社法行きましょう会社法は基本的な民法と同様です問題を減らすこと、ねえー、罪悪化を持つ必要はありませんそして何をカットできるかというと社債監査等委員会設置会社訴訟分野特例有限商法総則商行為ね、こういったものを一切やらないという選択があってもいいんじゃないかなというふうに思っています えー、35問目博打です。で、これを当てようと多くの講師が躍起になりますが、正直当たりませんね <laughs>。当たりませんでて、当てろよって言われちゃうと思うんですが、まあ、もちろん当てようとしますよ。当てようとしますけれども、も、えー、もう博打状態です。その博打にどれだけ時間かかりますか？だったらば株式機関やった方がいいですね。株式機関絶対出ますよ。絶対出る。絶対出るところを確実にやっていきましょう。 そして会社法は条文学習が重要だなんていう受験生がこの時期増えてきますで実際に自主室、まあ、今この昨今の状況で自主室閉鎖になっちゃいましたけれども自主室で条文を一生懸命読んでる受験生が出てくるのもこの時期ですでもね条文って9問中7問コンスタントに取れるようになってから条文が生きるんですよ。いいですか9問中7問コンスタントに取れない受験生が条文読んだって何にもなりません。 条文は人を選ぶんですですからまず条文を読むよりも基幹、えー、設計覚えてますか取締役会設置会社は、えー、関西を置かなきゃいけないじゃ例外は何ですかとかね、えー、会計監査人がいなきゃいけない会社はどういう会社ですか、えー会,社役のえー、会計監査限定ができる会社はどういう会社ですかすらすら言えますか、ね、そこをしっかりとまずはあ攻略することから始めましょう。ね さあ,じゃあ次刑法、過去問からインプットというのはあもちろん民法解社法同様共通です。ですけれども、えー、過去問の数それはあ民法と違って最低10年分、えー、できれば過去問、もうちょい15年分、えー、やってほしい。なぜかとと言いますと 刑法はあの犯罪の方が多いので、えー、そもそも10年サイクルとまで言えない、まあ、財産罪は正直10年以内に必ずサイクルとして出てきますけれども昨年の名誉毀損などのように初めて出てくるですとか国家的法益など1 5 6年サイクルで回ってくるという,う犯罪が少なくないんですねそうしますと10年分だけをやってしまうと論点落ちが生じてしまうんです。 ですのでそういった意味ではちょっと問題数を増やしていってほしい特にあの最近予備校関係者の裏を書くようなです、ね、問題が相次いでます我々が詐欺とか窃盗とかって言ってることが一つの問題なんだと思うんですけれどもそこっていうような、ね、犯罪をやっぱ出してきてる例えば本当に行政執行妨害だとか収賄だとかそれから放火だとか有価証券偽造通貨偽造そこに来るのか、ね。 ゴム思考妨害。まあ、国家的貿易はちょっと危ないですね。 偽証罪ですとか犯人隠避贈徳そういったあのマイナーな論点を出してくるということが予想されますのでそういったものは昭和の年代に実は多かったりすするんで,すでもちろん昭和まで広げちゃうと10年15年とは言えなくなってしまうので、えーまあ、そこまで広げるかどうか皆さんにお任せしますけれども少なくともちょっとマイナーな法律に関してもある程度カバーするというようなことを 刑法で攻めようと思っている方にはアドバイスとしてはあ,るかありかなと思いますただねその12年まで出ていた水論問題はやらなくていいですよ水論問題はやる必要はありませんそして刑法憲法に関しては後で言いますが、えー、6問中4問できればいい、ね、どっちかを伸ばしていくべきだと思うんですだから憲法が苦手だなと思っている方は刑法を攻めるで刑法が苦手だなと思っている方は憲法を攻める でもし刑法が苦手だなと思っている方であれば、丸3、国家的法益、住居侵入、横領、生徒防衛は29、30に出てますからやらないという選択はあってもいいと思いますそして横領罪以外であれば財産罪を中心にやっていく、もちろんマイナーな法律が出やすいとは言いましたけど財産罪、そろそろ出ないとまずいので、えー、詐欺、窃盗、背任、えー、等についてはしっかりと見ていただきたいと思います。 そしてまあ今言いましたが刑法、憲法どちらか得意かを考えて刑法が不得意なら総論はこの際やらないという選択があってもいいんじゃないか、ね、刑法、憲法6問中4問取れれば合格レベルという点を意識して得意な方を伸ばす少書試験は苦手をなくすのが合格への近道だという、ね、確かにその通りですですけれども経験に関しては得意を伸ばすのが近道です。憲法行きましょうアウトトプッのの題材はははは過去問だけででで無理ですこれは他の科目にはない特徴で、えー 直前卓一格絞り込み講座受講中の方は、えー、この点ト例の問題を拡充してますのでその問題集だけで、えー、大丈夫ですそうでない方は卓一到達をチェックテストやファイナルト例の問題を、えー、追加してみてください30問ぐらい、えー、手元に、えー、知識型問題ですよ推論型問題ではなく知識型問題で30問ぐらい手元にストックしてそれを回すというの方法をおすすめします。 憲、えー、法、憲法どちらか得意かを考えて憲法が不得意であれば推論はこの際捨てる、推論出ますよ、推論、えー、一問出てくると思います、ですけれども憲法が得意でないのであれば不得意であるならば、えー、推論に時間をかけている場合ではなく、刑法を伸ばしてください。 そして判例知識、単純暗記分野特に統治の単純暗記、いいですか皆さん国会、内閣、裁判所の暗記問題、ね、侮っちゃだめですよ、任命、認証、ね、誰が任命権者で認証権者か、ねえー、天皇陛下なのかあ内閣総理大臣なのかもうとにかくう国会の議決の要件、そして、えー、緊急 参議院の緊急集会の要件ね、えー、そして秘密会の要件ね、そういったものをしっかりと暗記することをお勧めします財政地方自治やらなくていいんじゃないですか財政地方自治やるんだったら憲法単純暗記分野伸ばしましょうそして丸 ⑤ 極端な話憲法については自分でアウトプットをやらないという選択これ最、えー、もう一番極端な選択です アウトトプットやらず毎回のファイナル討論及および公開マッで出てきた問題だけをストックしてひたすらそれを完璧にするという勉強これが最短の勉強、えー、最短とうか一番こう時間をかけない憲法への取り組み方ということになります。 さあでは不当法いきましょう。卓越対策としましてはアウトプットしながらインプットするという勉強方法はこれ民法と同様おすすめです問題ごとにテキストに戻る必要はなくとにかく問題演習をしながらその問題限りでいいから頭に入れていく同じ問題が出た時に確実に答えられるようにしていくそういった勉強というのが有効です。 題材は過去問がおすすめです昨年の問題はめちゃくちゃ難しいので飛ばしてください昨年の問題やる必要はありませんよではあ五ページに参りまして民法と同じです極端な話五年分の過去問をしっかりと解いて、えー、完璧にすれば本試験でも不当法十六問中十三問は絶対正解できますいいですかで、去年のような難しい問題が今年、えー、繰り返されるとは思えませんで、去年のような難しい問題がもし繰り返されたのであればやっぱりみんなできません 去年いいですか合格者の平均16問中11問ですよ16問中11問の正解しかないのが合格者平均なんです中には10問9問という合格者も少なくありませんだからできなかったんです皆さんねできなくても受かってるんです できないんですよですからその難しい問題に対処するような勉強をしようとするんじゃなくて、えー、いかにみんなができると思っている論点を確実に取っていくかここで合否が変わります。で、えー、講師やってて本当に思うんですが皆さんやっぱりプライドももああるるしし勉強してきた自負もある、ねえー、だから中上級講座で初級と同じことをやると明らかに不満なお顔をされる方いらっしゃいます。でも 分かってるんですかその話本当に理解できますかできてるんですか?」って言うと多分できてないんですよね。できてたらもっと早く受かってるはずでこれ初級でも同じこと言ってるんですけどねとかって言うとペンを置いちゃう受験生がいるんですそれまで一生懸命メモを取ってらっしゃったのにこれ初級講座でも同じ説明するんですけどねなんて前置きをして同じ話をするとパタッとペンを置いてしまう多分心境としては「は俺は誰だと思ってるんだ」と思ってるんでしょうね。 俺は3年4年勉強してもう初級生じゃないぞと同じこと言ってくるんだったらこんな口座に金払う必要ない多分そう思ってらっしゃるんです,ですけれどもいやいやそこが理解できなかったから受からなかったんだよって本当は言って差し上げたいそんなこと言いませんよ失礼ですからそんなこと言いませんけれども実は、うん、私も人間ですから心の中ではあそこが大事なのになと思っているんです。でえー、最近ではも言言うのはやめまました初級とと同じこと言ってますよ 言うのやめました。そしたら皆さんちゃんとメモ取るんですよ。メモ取るし、ね、その初めて分かりました。よく分かりました。なんて声が実はちらほら出てくる。あ,あ。 やっぱりなというふうにやっぱり思うんですだからあの本当にね守りましょう守るっていうのは逃げでも何でもなく知ってるはずの知識を確実にしていくそこを本当にもう皆さん大事にしてほしいんです不当法なんてまさにそうですよ今更知らない洗礼を覚えて覚えられるわけないんですからもう知ってるはずの洗礼だけで勝負してください、えー、普通に勉強してきた方レックの15ヶ月合格コース前立腺本科講座9ヶ月合格速習受けてくださった方であれば皆さん 皆さんが習ったはずの洗礼で合格できますよ。もう合格するために必要な洗礼は習ってると思ってください。あとはそれを使えるかです。なんから新しい洗礼はもう頭に入れない。いいですね。そこも本当にあのまあの私からちょっと言葉強いですけども、あのアドバイスをさせていただきたいと思います。 そして登規模読み取り問題や登録免許税の計算問題はこの際諦めるこれは森山説ですこれはもう森山さんがよく言ってる説、まあ、私もその通りだと思う登、えー、規模読み取り問題で6分7分、ね、時間取ってしまうのであれば、まあ、これ本試験の時の話ではあるんですけども、えー、とにかくもっとおベタな問題例えば相続の宣伝問題だとか 帝都系の問題に帝都系の問題の方に知識として、えー、習得をしてほしいなと思います。で、総論と格論、であれば格論中心。で、総論分野を勉強するならまず添付書類、そして識見付き区分建物、工場財団、破産登記信託、全部この四論点合わせたってマックス二問しか出ませんよ。二問落としたって十四問取れる勉強した方が強いでしょ。ですから、もうそういう勉強があってもいいと思います。 さあ技術対策です初見の問題を解くのは5月中旬までは1週間に2問ファイナルトーレンで週1週の中日で不等消等各1問ずつ初見の問題解きたい、ね、そう言ってます、えー、そうアドバイスしてますでも、えー、1, 1年目の皆さんいいですファイナルトーレンの1問だけでいい、ね、5月中旬までは、えー、週1問とにかくファイナルトーレンに時間をかける。ね えー、そこから先、えー、ファイナルトレーレンが終わってから週2問、ね、頑張ってやっていくようにしていくことを目指しましょうそして、えー、丸1以外の日はとにかく書式ベーシックまたは技術解放ベースアップ講座のレベルの問題一度解いた問題を繰り返してください。ももちろんんののの学習だけの日があっても構いませんでこの丸2を やるときには一日三十分そんな時間をかけられませんよ。初見の問題をやるときには三十分とは、えー、では済みませんけれども、ちょっ解いたことある問題をやるときには三十分ね、えー、これがいいとこだと思います。 さあ記述をやる時間帯決めましょうなんとなく気述じゃなくて寝起きの気述とかねお昼食べてからの気述寝る前の気述何でもいい気述が苦手な人は頭さえてる時間帯に気述が得意な人は頭さえてない時間帯にやってみるとにかく、えー、行き当たりばったりの勉強時間帯やめましょうもう一日の勉強時間帯、えー、寝起き何やって昼食べたら何やってで3時時間帯は何やって夜の夕飯食べたら 何やってね、もうルーティンにしちゃうんですもういちいちさあ何やろうかななんて考えてるのはもうナンセンスね。もうとにかく小学校の時間割じゃないですけれども、えー、国語算数理科社会よく1日6時間もやったと思いませんかであの時辛いと思ったことありますかってか覚えてないかもしれませんが私も覚えてませんがでも 実際今子供の時間割とか見ていると、おおよくやってるな。四十五分のね時間割だとしても国語算数理科社会のお弁当を食べてからの、えー、体育図工ね、でなんていう六時間講義なんていうのをまあ文句も言わずやってるわけなんです。でもそれはもうチャイムが鳴って先生が来て勉強始めてまたチャイムが鳴ってもうそうやってもうルーティンになってるからこそ何もこう疑問も持たず、えー、ね。 辛くも思わず淡々とやれるんですよだから皆さんも朝起きてからの記述で11時半からの民法ついでその時間帯終わってからの午後科目でお昼食べてからの眠くなるからこの時期得意な何とか、ねえー、頭が冴えなくなった時に得意な科目やるといいですよと得意な科目を頭冴えてる時間帯にやっちゃダメですからね、えー、不得意な科目を頭冴えない時間帯にやるのもダメです。 得意な科目は頭冴えない時間に不得意な科目は頭冴えてる時間に、ね、やるなんていうそういう時間割を立ててしまうのがおすすめだと思いますさあそして時間内に書きれないことについては一切気にしないでください今そこじゃありませんね。時間内に終わるわけがないんですいいですか時間内に終わるのは最後のジグソーパズルのピースです本試験の、えー、3日前4日前に時間内に終わるようになったらめ儲けものだと思ってください 合格者の一発合格者のほとんどが本試験の時初めて時間内に書き終わったっておっしゃってますそれぐらいのものなんですだから今はそこじゃないね。絶対に最後にそのピースが揃うと信じてやるしかありませんね。もう先生朝起きたら1日寝たら時間スピードアップする方法を教えてくれ先生一晩寝たらね自分のあの筆記のスピードが上がる方法を教えてほしい そんな方法があったら私が知りたい、えー、もう本当にないんですよ。だからもうここはもう諦めるって言うんじゃないな。あの絶対、その日が来るということを信じてほしいなと思います。さあ、そしてえ名、ー、編の卓越知識、あんなの乗っちゃだめですよ。名変飛ばしね。枠連れの王様です。で、この名変飛ばしを防ぐには実はあの記述をたくさん処理するっていうのももちろんなんですが。 名変の択一のブレイクスルー読み込んでください。名変の択一のブレイクスルー関連知識ステップアップ含めて、えー、あそこに全部名変の枠ずれをする論点が含まれてます。ですからそれを見ていくというのが実は予防になりますので、えーね、あのぜひやってみていただきたいと思います。ショート法いきましょう。 卓一対策。基本的には不当法と同じです。そして、何を中心とやるのであれば、株式会社と持ち分会社。株式会社の中で、監査等委員会設置会社や公正抹消はもういいんじゃないですか。もう、あの、飛ばすという選択があってもいい。で、持ち分会社の中であれば、計算、えー、解散、生産は飛ばしちゃっていいと思います。そして、一般社団法人、特例有限会社。えー、こちらに関しては、あの、 全国公開模擬試験第1回目の特典動画として私が皆さんに無料講座を提供します一般社団法人特例有限そして商法35問目の知識全国公開の1回目の特典動画で提供しますから、まあ、聞いてはほしいとは言いましたがいやそれどころじゃないんだという方は多いと思いますだったらいいだったらそこを飛ばして株式会社持ち分会社を完璧にしましょう。 で、えー、個人証人の登記や総論についても、まあ、飛ばすという選択があってもいいかなと思います総論分野、でもそれでも心配だからやるというんだったら印鑑証明書と、えー、印鑑届のところに特化しましょう、印鑑証明書、えー、例えば大統領の職務代行者は印鑑証明書取れますかとか、えー、破産、えー、手続き開始決定した会社の大統領の印鑑証明書取れますか。 あ,あいった印鑑証明書を取れるか取れないかね、そして印鑑届出するときのルールこういったものに中心を中心としましょう記述対策次の6ページです基本的には不当法と同じですで、組織再編の登記については今年大物ちょっと危ないです九州合併株式移転少なくともこの2つは 記述やってておいいください、えー、そろそろ組織再編バーンというのがまた出る可能性が否定できないからですねそして、記述問題ベタベタな設立登記解散以降、生産、えー、継続やなっていいです。 あの設立が出たらね、まあ、ある意味、移すだけということでもあるので、差はそんなにできない、つかない、設立対策の記述をやるんだったら、株式移転の設立やった方がいい、で解散え、継続、解散、生産継続は、もうさすがに29、30と出てますから、もうないと思います。解散生産継続のはやらなくていい でもとにかく役員変更役員変更と母株発行ですね母株発行を頑張って攻,撃し攻略しましょうそして監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社については正直うんただ移すだけですからね、えー、こちらについてはやらないという選択があってもいいかなと思いますでは民訴、えー、過去問からインプットは共通でも過去問が最低でも10年分問題数マイナー科目少ないですから、えー、5年分というのは進められません。 一部請求や弁論主義規範力のあたりの難,関の反難解な判例問題は、えー、一切やらなくていい例えば平成24年の「二の絵」のようなねとにかく全部の足が分かる必要ないんですからもうすべての科目に言えますけどもいいんですよ消去法でファイナルトレも消去法で解かなきゃダメですよ全部の足解こうなんて思っちゃダメですからね、えー、何を軸足にしてどの軸足を使って消去法でもって答えていくのか常にその目線で、えー、勉強するべきだし復習の際にもその目線で復習してください。 控訴上告広告支払い特則最新やる必要ありません最新出ませんよもう最新の31年の問題はやる必要ありません、えー、あのー、高控訴の29年の問題もやらなくていいと思うんですけども、えー、とにかく最新はやらなくていい。えー 平成30年の問題はやる必要ないですからもうそういったもうマイナー論点をどんどん飛ばす、争奪管轄もいいと思います、争奪管轄も出ないでしょう、一切やらないで、民訴が難しい年度は5問中3問取れれば合格レベル、その3問は必ず過去問で出題された足の組み合わせで出題されてきますから、過去問をやることがどれだけ有効かというのを今一度確認してみてください。さあ続いて民事執行法 えー、過去問からインプットは共通でも過去問は最低でも平成以降分なんせ文問しかありませんからさすがに平成以降やりましょうただし20年29年の間接強制の問題は飛ばしちゃっていただいていいです間接強制はやらない、えー、とにかく不動産あ平成27年31年に出た債務名義30年の執行分も出ません債務名義執行分もやらなくていいでしょう とにかく不動産強制競売を中心にしてください、えー。そして請求意義の訴え、第三者意義の訴えより執行広告執行意義。不服申し立てだったら執行広告執行意義。とにかく、えー、強制競売開始決定の発令に対して執行広告できる、できないとかね、ああいったところはしっかり押さえておきましょう。もう強制競売中心にするのであれば、強制管理、動産執行、債権執行は、えー、やらない。 執行供託法で昨年執行供託出てますからそういった意味での債権執行というのも、えー、正直、債権執行の勉強してなくても供託で執行供託が出ないんだったらですね債権執行の必要性というのはちょっと少ないかもしれません。まあ、あのそれでも心配だったら債権、まあ、執行ぐらいはやっといてもいいのかなとは思うんですよね、債権執行、まあ、だからやらなくていいトップは強制管理次、動産管理。えー、動執執行で、まあ、再建執行では 強制競売にプラスしてもう1個って言うんだったらやっていくことはおすすめはしますけれどもいや強制競売だけで無理って言うんだったらこの3つ最悪やらないというのは、まあ、あっていいと思いますよ。究極の選,として選択として不動産強制競売以外はやらないというのがあってもいいというのはその,せいですその理由です。では7ページ続いて民事保全法 えー、過去問からインプットは共通でも過去問は最低でも平成以降分をやりましょうただし平成19年13年24年の問題はやらないうんやらないでいいと思いますよでとにかく仮差し押さえ発令の手続きを中心にやってみてください去年仮の地位を求める仮処分ですから、えー、仮差し押さえが危ないと思います二ができたら保全取り消し保全意義が次に危ない。 で専用移転禁止の仮処分はいいでしょうこれ難しいですし、えー、もう今年は多分出ない極端な話民事保全法については自分でアウトプットやらず毎回のファイナル討練及び公開無視で出てきた問題だけをひたすらやるというのは、えー、憲法同様選択としてあっていいと思いますさあ次教託法過去問からインプットでは、えー、をするというのは共通でも過去問は最低でも10年分やってください、えー、教託法は過去問から繰り返し出される可能性がマイナー科目中断トツ1位だからです いいですすか過去問やっててれば解けますよそし供託申請手続き、供託払い渡し手続きはとにかく添付書類を中心に暗記してください、もう手続き系は添付書類、でえー、その手続き、申請か払い渡しかどっちかと言われれば、昨年は、えー、これ払い渡しなんですよね、ですから払い渡しか申請かと言われたら今回は申請です、供託申請手続き、供託申請手続きをしっかりやりましょう。 でその結果仮差し押さえ解放金,解解放金仮処分解放金供託払い渡し執行供託をやらないという選択があってもいい執行宅は昨年出ているからです払い渡しも出ている、ね、となると、えー、申請手続きの方に注目をおいてほしい、はい、最後、司法書士法過去問は平成15年以降分を全部やりましょうでいわゆる皆さんご存知の通りに12年までの先祖返り問題ですね。 12年までの先祖返り問題というのは司法書士会や司法書士連合会日本公共嘱託登記司法書士協会登録手続き結核自由補助者についての注意点事務所の問題等々の昔のタイプの問題は昨年司法書士会として出題されていますので先祖返りタイプの問題はちょっと今年はないと思う。だから登録結核司法書士会会連合会補助者事件簿、えー 依頼を断ってはいいけない場面等、ね、々についてはまあちょっと可能性としては低いかなそうすると15年以降の改正文法人業務業務を行えない場合というのが出る可能性が高いと、ねえー、いうことなので15年以降分をしっかりやってみてください。 そして司法書士法に関しても自分でアウトプットをやらない、毎回のファイナル討論を呼め公開文書で出てきた問題だけをひたすら暗記するという選択があってもいいかなと思います。ただし、司法書士法はいろいろお話ししてますが、これ、択間違いちゃうと口実でいじめられるので、そういった意味では、万全な体制を整えていただきたいのは間違いありません。 さあ今色々お話をししてきましたで、えー、ちょっと講師としてそ,そのやんないやんないやないゃやないゃなっていうのはどうなのかということもないとは言えないんですけれどもでも合格というですね究極の目標の前にしたら多少のその なんてでしょう痛みというのを、ね、伴ってもぎりぎり政府で素振り込み合格というのを目指したいという点はあるんですですから、えー、皆さんですね今ちょっと私があのかなり大胆に言ったようなアドバイスを参考にしてもちろん全部やらなくていいっていうのを全部やらない、ね、できるのにやらないのはないですよできるのにやらないのはないだけども自分の状況を判断してもうこれをやってる時間が、えー、あるんだったらもっと出るところに時間をかけようという発想というのはやっぱり重要だと思いますので、えー、参考になさってみてください。 最後に言います、えー、い,いですか今の皆さんの成績はあ7月5日の皆さんの成績とは違います。ね これからどれだけ伸びるかね、どれだけ伸びたかを7月5日以降私に教えてくださいえそしてその報告を本当に楽しみに待っていますからえぜひねもう腐ることなく凹むことなく目の前のことに一生懸命になってね。ただご自分の体調ね、体調管理等々に関しては本当に私も含めて気をつけますし皆さんもお気をつけいただきたいと思いますそれではですね、えー、今日は運の講師の駆け込み寺ファイナルトーレについてのですねアドバイスをさせていただきました皆さんの 合格のための人助けになっていくことを期待しております。それではあのご清聴どうもありがとうございました。